国道16号線はモロッコの丹治北東部からサイディアに至る総距離 507km の一般道路である。ルートは地中海に沿って作られている。2012年8月12日に最終区間が開通した。フニデク付近中央分離帯が設置されている。ネドーシティ。 https://www.nadorcity.com スラッシュ D9%85%D8%Ad%D9%85%D8%AFD8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7% D8%AF%D8%B3D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B QD8%A7%D9%84%D8%A3%D8%I%D9%8A%D8%B1D9%85%D9%86D8%A7%D9%84% D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7D8%A8%D9% 8A%D9%86D9%85%D8%AF%D9%86D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82A14604HTML2021 年1月26日閲覧 ユヌインフラストラクチャルティエルカペタルポアーラスティミュレーションエコナミックジュノールジュロヤウメ。レマタン、マ、HTTPS。ラマトン、マ、ジャーナル、2012。ラロケードメディテレーニュンユヌインフラストラクチャローチエルカペタルポアーラスティミュレーションエコナミックジュノールジュロヤウメ。17219。HTML2021 年1月26日。閲覧。ありがとうございます。